毎度お気に入りラブリーゲームズです。今回はですね、ゲーム実況ではなくて、開封動画とね、そのレビューをやっていこうかなと思います。もしね、この動画が良かったとか、役に立ったよとか、いう方がいらっしゃいましたらね、ぜひとも高評価とチャンネル登録の方、よろしくお願いします。はい。で、今回なんですけども、こちらの製品ですね、カシオの、まあね、わかる人はわかると思うんですけどね、カシオの腕時計ですね。日本未発売のモデルで、アマゾンでね、買ったんですけども、公式のね、アメリカのホームページを見てみると、まあ大体70ドルくらい。日本円にして7700円くらいかな。なので、まあ1万円もしない腕時計ですね。型番が MDV106 でね、色もね3種類あるんですけども、まあそれも画像貼っておきます。はい、じゃあ早速開けていきましょうか。まあ、箱は普通の箱ですね。こういう感じかな。はい、じゃあいよいよ開けていきましょう。逆かな。ああ、こういう感じ。はい、で、中に説明書と、あと腕時計ですね。こういうね、台座に入って、下の文字がですね、見えるかな？スリーハンドアナログ、まあ三次元の時計ですよと。で、アンチリバースローテーティングベゼルということで、逆回転防止ベゼルなんですよね。で、あと日付表示と 200m までの、防水がありますよということみたいです。じゃあ早速、はい、今回購入したのがカシオのダイバーズウォッチですね。この腕時計はですね、マイクロソフトのビル・ゲイツさんも着用してるみたいですね。で、まあ説明書がここにも入ってますね。どうやって取るんだ？あ、これか。はい、まあまあ重さはありますね。このね、クオリティで、まあ、7000円くらい、かなりいいと思いますね。はい、で、ダイヤルはこんな感じ。まだね、日付とか、まあ、一応日本時間に合ってるね。で、もちろんね、ダイバーズウォッチなので逆回転はしないということで、結構硬いな。飾りなわけないと思うけどね。ちょっとシール剥がしちゃって、回転しましたね。ちょっと硬いです。まあこんなもんなのかな。音聞こえますかね。はい、こういう感じでね、チチチチチと、このね、感触がまた気持ちいいんですよね、個人的に。で、横はね、こんな感じですね。ク
フォーツ時計なんでね、そんなにね、重くないかなって思ってたんですけど、結構ね手に持つと重みがあっていい感じですね。あと腕に装着すると疲れてくるのかもしれませんけど、まあその辺は個人的な好みかなと思います。はい、でベルトなんですけども、黒のラバーですね。これはこれで付け心地は悪くはなさそうですけど、でね、インターネットの画像で見るとちょっとね安っぽい気がしたんですけど、そこまで安っぽさは感じないですね。はい、であと裏蓋ですね。これが、カジキの絵が描いてます。であと防水機能とステンレスチールという感じでね、カシオのジャパンムーブメントという感じで書いてますね。じゃあ早速腕に巻いてみましょうか。腕に巻くとこんな感じですね。だいたいね腕周りが 16.5 なんで、まあ、ちょっとラグ幅が、まあでも全然気にならないけどですね。はい、スペックの方もねまた画像貼っておきます。なかなかいい感じですね。はい、であともう一つですね、この腕時計結構ね、ベルトを変えていろいろ遊べるんじゃないかと思って一つ購入したんですけどね、まあね、僕が購入したのがこれですね。この真ん中にオレンジのストライプが印象的なモデルというかストラップなんですけど、まあ、こういう感じで LN と思います。はい、ベルトの幅がね 22mm なので、それに合わせて選んで買った感じですね。この他にもね、まあオレンジのラバーストラップ、まあ、ダイバーズなんでね、あとはグリーンのオリーブグリーンのナトベルトなんかもね合うんじゃないかなと思いますので、まあね気になる方は、ググってみてください。はい、という感じでね、まあシンプルなデザインですし、まあベルトでもベルトを交換して自分好みにカスタマイズもできるので、非常にいい時計なんじゃないかなと思います。はい、じゃあこんな感じでね、レビュー動画、開封動画とそのレビュー動画終わりたいなと思います。皆さんもねいい腕時計ライフをねお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。